はい、どうも星野剛志です。3月もですね、もう下旬に入ってきて、皆さんね、いよいよシーズンイン、まあ4月に入るとマスターズとかもありますけれども、ですけれどもですね、最近は異常気象のせいか風が強くてですね、まあ、非常に皆さんね、スコアメイクには苦労されていると思います。今日はですね、皆さんから質問が多い、実際今週もですね、月曜日に龍ヶ崎カントリークラブで関東月例ですね、関東のローハンデの方たちの月例会があったんですけど、まあ、それに出てたね、選手なんかからもその後連絡があって、まあ、急遽レッスンに来たりとかですね、まあそれは実際にはドライバーでアゲンストの時にどうやって低い球を打つんですかとか、あんな風の中でどうやってスコアメイクしたらいいかわからない、ティーショットがもう林にしかいかない、まあ、実はその前後でもですね、日曜日の日なんかでもそうなんですけれども、鶴舞カントリークラブなんかだったら、スクラッチ選手権が今開催されてて、私の、レッスンしてる方たちも2人、出場してたんですけれども、やっぱり同じようなことを言ってたんですね。もう突風が吹いててどうにもなる。で、僕自身もですね、火曜日の日にラウンドレッスンに行って、青梅ゴルフクラブの、これは関東アマの練習ラウンドと東京都ジュニアの練習ラウンドに対するラウンドレッスンだったんですけれども、突風が吹いてました。まあ、僕はですね、まあ、あんまり、まあ、正直気にならないって言ったら変なんですけれども、風を楽しむタイプなので、まあ、リンクスに行くのもそれなんですけれども、昔からですね、僕らは糸巻きバラタでボールからやってたので、球をこう低く打ったり、そういうのは楽しいんですよね。だから海星無風の中でやるよりも、ちょっと風が吹いて荒れてるぐらいの方が、ゴルフはもう本当にスコットランドで言うみたいにゴルフ日和に感じちゃうので、僕は楽しいっていう気持ちが先に立つから、もう行きの車の中からちょっとワクワクしてるんで、実際にですね、あんまりそのミスが出ても気にならないんですよね。ですけれども、まあ、現在ですね、僕もですね、昔の小さいヘッドで低い球を打ってた時代と違って、まあ、僕なんか今G430MAX10K を使ってるじゃないですか。1万平方センチグラムメートルかな、この1万平方グラムセンチメートルか、はい。で、これの代わりだけ完成門面とか上下左右に大きくなったヘッドで、じゃあどうやって低い球を打った方がいいかっていうことに対して、実際ここの虎ノ門のクリニックで皆さんにレッスンしてる内容を今日は皆さんと共有していきたいので、まあ、あまりですね、今まで僕の YouTube 動画では個別のスイングを見てるわけではないので、こういう風にスイングした方がいいですよっていう YouTube 動画は意味がないっていう風に正直ちょっと思っちゃったりしてる部分があるので上げてなかったんですけれども、まあ、実際レッスンを受けたお客様たちがですね、まあ、星野さん、もうちょっと YouTube でレッスンのやつ上げてくださいっていう声もあるので、ぜひですね、皆さん最後まで見ていただいて、ちょっとでも参考になればね、取り入れていただけたらと思います。それではレッツゴー。はい、それではです、かなりですね、今天気が荒れ模様じゃないですか。実際にですね、今週の関東月例っていうのが龍ヶ崎であったんですけれども、月曜日ですね、まあその試合とかでもかなりの強風が吹いて皆さん苦戦されたそうなんですけど、それに出てたですね、トップアマのお客様たちから飛び込みというか、まあ、あとはクラブ対抗とか、これから関東アマの予選とかですね、まあ、かなり上級者の方たちですね、アマチュアでも、まあ、そういう方たちから、まあ、低い球ってどうやって星野プロ打つんですか、アゲンストへ対してのティーショットのやり方を教えてくださいなんてことを言われます。で、実際自分の息子たちアメリカにいますけれども、まあ、長男はパームスプリングスにいて、パームスプリングスもですね、風力発電があるぐらい風が強いですし、フロリダですね、フロリダの方も当然ですけど海が近いんで風が強いです。ということでですね、長男次男にも話しているような話をちょっとやっていきたいんですけど、まずはですね、ドライバー、低い球を打ちたい人は直ドラができるかっていうのをまずチェックしてください。直ドラとはこうやって地面に置くことですね。ちょっと打ってみましょう。まあ、ヘッドスピードはですね、マックスじゃなくていいです。まあ、直ドラでダフらない程度のヘッドスピードですね。
はい、こちら見ていただきますね。まあ当たり前ですけれども、ドライバーのフェース圧っていうのは厚いので、地面に置くとこうやってですね、芯よりも下に当たりますね。で、球の高さもですね、見ていただいて分かる通り 11.6 ヤードで、キャリー294でトータル235ですね。まあ矢でもスピン量も減りますね、ヘッドスピードが遅いんで。まあ、僕のヘッドスピードが大体47とかですね、まあ47ちょいぐらいなので、もうちょっとヘッドスピード出しましょうかね。はい、2球目。まあ当然ですけども、さっきと一緒で芯より下に当たってますね。クラブスピード45でキャリーがちょっと伸びますよね。球の高さもまあ少し上がりましたかね。じゃあもう一回3球目地面から打ってみましょう。3球目です。まあちょっと慣れてきたんでね、芯の近くに当たりましたけど、当たり前ですけどやっぱり真ん中より全然下ですよね。まあ1センチ近く下に当たってます。まあ17ヤードしか上がってないですよね。まあ17ヤードしか上がってないです。でキャリー223ヤードで、まあこれですね、 8.7 ヤード右になってるんですけれども、ちょっと見ていただくとですね、細かいところ、まあ、クラブパスは0度ですよね。で、フェーストゥーパスっていう項目がオープンになってると思うんです。で、ここが結構大事だったりしますね。直ドラ打った時にですね、フェースがクローズになっちゃうと当たり前なんですけれども、こうやってわずかにダウンブローじゃないと、当然ですけどね、ダフってチョロになっちゃうので、ダフってチョロになっちゃうのは困るんで、やっぱダウンブローにちょっと打たざるを得ないんですよ。で、ダウンブローに打った時にフェースが開いてないと、実はですね、ロフトが足りなくなっちゃって、ドライバー上がらなくなりますから、そこはですね、まあ技術的な問題なんですけども、フェース2パスをプラスにできるように皆さんぜひねやってください。まあ今みたいな感じですね、まあ、直ドラで打てる人は、例えばフェアウェイというかティーグラウンドがですね、綺麗な芝生だったら地面に置いてももちろんいいんですね。まあ、例えば PGA ツアーでももちろんありますけれども、日本ツアーなんかでも一時期活躍したタイの、ね、チャルングン選手とか、あとは池村選手かな、なんかは結構直ドラをティーグラウンドからやりますよね。僕の友達 の岩本隆君っていうね、元シード選手のツアープロも、実際チャルングンとファイナル QT で一緒に回った時に、すげえよ星野さん、最終組で、まあ、JGTO のね、ファイナル QT っていうのは12月にあるんですけども、枯れた芝生の上のティーグラウンドからファイナル QT の最終組でポケットからティーこうやってボール出してポロロンと転がして、それで一ホール目ティーショット、もう一緒に回ってる残りの3人の選手はそれ見た時に、あ、こいつには勝てねえなって思ったって岩本君が言ってたけども、まあ実際にですね、まあそれは技術レベルによるんですよね、プロゴルファーの中でも。ですけれども彼は多分 100% の確証を持ってたと思うし、硫黄の冬っていうのは比較的夏に比べると風吹きますし、フェアウェイが枯れてるせいでランがすごく出るんですよね。まあいわゆるリンクスランドみたいな感じになるので、まあそういう風に地面から打つっていうことをまず練習してあげるってことが大事で、これ実際コースでじゃあどうするかっていうと、パー3用の、まあ、これもわずかにこう実はこの薄いティーを使ってるんですけれども、今度は薄いティーをしてあげて、それでちょっと実際に球を打っていきます。まあおそらくですね、5ミリ7ミリティーアップした状態になるんですけど、やっぱり、まあ、22.5 ヤード、ちょっとそれだけでも上がるんですけれども、かなり打ちやすくはなります。まあ、打点はですね、さっきから僕はドローヒッターなんで比較的遠気味に当たるんですけど、まあ下の塔に当たってますよね。やっぱりフェースはねクローズじゃないんで、まあこういう感じで安定してますね。じゃあ低いティーで引き続きドライバーで打っていきたいと思います。220.4 yards.
はい、2球目見ていただきます。まあ、これもですね、見ていただいて分かる通り12ミリ下で打ってますよね。で、球の高さ 15.7 ヤード、十分低いですよね。キャリー220ヤード、トータル254ヤード。じゃあ最後3球目いきましょう。はい、3球目最後見ていただきますね。まあ、見ていただいて分かるとですね、これも11ミリ芯より下で打ってますね。で、まあ3ミリ遠側っていう形です。球の高さはですね22ヤード、まあキャリーがそうすると240でトータル267ですね。まあ22ヤードしか上がらなければですね、風の抵抗はあんま受けないですから、まあ見ていただいて分かる通りですね、まあ、軽いフェードですけれども、まあかなりですねボールはコントロールできると思います。まあクラブパスの方も先ほど言ったみたいに、大体まあ僕はドローヒッターなんで、まあ1度とかねぐらい、一度二度インサイドから来ることが多いんですけども、フェーストパスの方を開いてるんでね、右にこう軽くフェードするような感じです。これポイントですね。まあ、基本的にドライバーで低く打つときはドローボールは打ちません。これは皆さんね、ヘッドが大型化してるので慣性モーメントも高いヘッド皆さん使われてると思いますから、低いドローボールっていうのはちょっとねドライバーでは狙わないようにしてください。まあ、見ていただいて分かる通り、さっきお話ししたみたいにアタックアングルわずかにダウンブローなのが分かると思います。でね、まあ、ここの絵にもある通りですね、ドライバーのフェースっていうのは少しこうラウンドがありますから、真ん中より下に当たるとね当たり前なんですけれども、ロフトが立つので球が低く出るっていうメカニズムもあります。まあ、これはですね基本になるので皆さんぜひですね参考にしていただけるといいと思います。ということでですね、まあ、しだした結果っていうのを見ていただいて、皆さんいかがだったでしょうか。まあ、慣性モーメントが高いということはですね、操作性が悪いっていうことでもあるんですね。決してディスってるわけじゃないです。だからね、そもそも操作しようっていうことでいろいろな打ち方とかで低い球を打とうっていう発想がトラブルの元になります。なのでそういうモデルを使ってる人でも低い球を打ちたいっていう人は、僕がさっき言ったこの打点ですね、打点をどうやったら真ん中より下になるかっていうことをぜひ考えなきゃいけないです。そうするとそもそもインパクトロケーション、クラブのフェースの中で打点コントロールを自分ができてるかってことを考えてください。要するにですね、アイアンの動画なんかでも話したみたいに、普段の芯で打ってるかっていうことがすごい大事なんですよ。もし安定してこの芯の層で打ててる人がいるんであればですね、まあ、見ていただいて分かる通り、トーとヒールは下の部分は小さくなります。なのでこの幅で打ててる人がいるのであれば、直ドラは打てますし、ティーをショートホールのティーみたいにしてここで打つことは可能です。非常に可能です。実際僕はですね、1994年に渡米した時はブリヂストンのですね、ジェイズっていうドライバーの P っていうモデルを使ってました。メシアさんがね、アドバイスしてきたヘッドですけれども、僕はそれ使ってました。それ当時多分ですね 180cc ぐらいしかなかったと思いますね。まあ、学生のなんか試合かなんかで勝った時に副賞でついてきたドライバーなんですけど、それを使ってまあアメリカで練習して、でその後ですね、9月にプロ転向するために日本に帰国して、アメリカ大使館の面接とか行く時にですね、まあ 2、3 週間、1ヶ月ぐらいビザが下りなかったのかな、プロゴルファーとしても。でその時にブリヂストン社にお邪魔した際に230チタンというね、まあ初めてドライバーでチタンになったんです。でもこの半分のヘッドのサイズなんですよ。それで僕は練習をすごくいっぱいした時代があるので、正直このヘッドのここの部分だけとか言われても15年ぐらい練習してなくても打てちゃう自分がいるんですね。だから例えば僕が教えてるジュニアゴルファーとかで、日本ジュニアに行くような選手だったりとか、日本学生とか日本アマに行くような子でも、みんなこの大きいヘッドでやってるから、ここで打てるはずなのに、やっぱここだけで打ちなさいって言われると結構プレッシャーになるのかなっていうふうには思います。なのでですね、ドライバーを上手くなる上でも直ドラっていうのは皆さんぜひ取り入れた方がいい練習ですし、もし直ドラができないんだったらティー低くして低い球打とうなんていうことはゴルフ場でやらない方がいいです。それはやっぱり打点がコントロールできてない状態で球の高低を打ち分けるっていうのは技術的に無理なので、まあ無理って言っちゃいけないのかな、まあ
無理に近いので、なのでそれは望まないでください。もうちょっと練習して安定して芯で打てるようになってから取り組むべき課題なんですね、球の工程っていうのは。なのでぜひですね、まあ僕は比較的芯で打てるよっていう方がいたら、どんなスイングでもいいんです。そしたらティーを低くしたり直ドラで練習してみてください。そしたら簡単に低い球が打てると思います。ということで今日の動画がいいなと思った方はぜひお願いします。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録。それでは次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。